命と率いる軍事政権下の地理における粉書粉書は書物を焼却する行為。通常は支配者や政府などによる組織的で大規模なものを指す。言論統制、検閲、禁書などの一種でもあり、特定の思想、学問、宗教等を排斥する場合、逆に特定の思想等以外を全て排斥する場合がある。現代では書物のほか。 レコード、写真、磁気テープ、ディスクメディアなどの情報格納メディアも対象に含まれる場合がある。有名な例には、旗の紛書工事や、ナチスドイツの紛書などがある。真の始皇帝は、紀元前213年に、李氏の提案に従って、紛書を行った。その内容は、次の通りであった。旗以外の諸国の歴史書の焼却。民間人は、医学。 占い、農業以外の書物を守る城に渡し、守る城はそれを焼却する。30日以内に守る城に渡さなかったならば、入れ墨の刑に処する。法律は管理がこれを教える。始皇帝の噴書により、様々な書物の原点が失われた。しかし、壁の中に書物を隠すなどして、書物を守った人もおり、それが、旗の滅亡後再発見され学問の研究に、 役立った。また、儒教の書物が狙われたと考えられがちであるが、他の諸子百科の書物も燃やされた。ナチスドイツの文書ナチスドイツの言った文書では、カール・マルクスなどの社会主義的な書物や、ハインリヒ・ハイネ、エーリヒ・ケストナー、ハインリヒ・マン、ベルトル・トブレヒト、エーリヒ・マリア・レ・マルク、クルト・トホルスキー、カール・フォン・オシエツキーなどの非ドイツ的とみなされた多くの著作が燃やされた。 また売れない画家としての前歴を持つアドルフ・ヒトラーは、それまでの芸術の規範を飛び越えた近代的な芸術を大敗芸術として弾圧し、それに代わって肉体美や農村などを美化した古き良き芸術を大ドイツ芸術展を開いて商用した。NHK カルチャーラジオ、江戸に花開いた下作文学、棚橋正宏第63回国会衆議院。 予算委員会第3号昭和45年2月23日、現代日本人に思想破壊をもたらした GHQ の噴書と日本人協力者。2021年4月20日閲覧。現代日本人に思想破壊をもたらした GHQ の噴書と日本人協力者。2021年4月20日閲覧。当時は、 紙が発明されていなかったので、もっぱら木管や畜管に文章が書かれていた。そのため、壁に埋めて、上から塗り込めても書物が劣化する可能性は低かった。ありがとうございます。